よく言いますけれども、まあ、ロジャーさんがこの頭文字の LUCK をこのように言ってるんですね。ロケーション、アンダースタンディング、コネクションズとナレッジ。で、これを日本語に、まあ、単純に日本語に訳すと、まあ、場所とか、理解とか、つながりとか、知識になるんですが、それじゃつまんないと思って、実は今朝ちょっと四文字熟語を考えたんですね。これ辞書にないんですね。場を見て縁を知る。これウィリアム・リードのオリジナル四文字熟語ですけれども、まあ、こういう、要するに場っていうのは日本人が得意なんですよ。現場。本田宗一郎が、モーターサイクルが、全然もう目線、この目線で見てるんですね。写真が残ってます。現場を知ると、ものすごいいい関わりができる。これ日本人が大得意なはずです。まあ、忘れかけてるんですけども、真ん中に例えば場数、場数を踏む、場の力。これはロケーションですね。日本風に解釈すると。また場も作れますし、それから、アンダースタンディングって、五輪の将軍、宮本武蔵の五輪の将軍、肝の目が強く、剣の目が弱く、要するにこの目で見てる、まあ、ただ単純に、まあ、そこに本があるとか、そういう目が弱いんですね。肝、この文字は、要するに鑑賞とか映画を見るとか、そういうもっと大きな目で見る。まあ、遠くにある山を見る感じで、五輪将軍の中に入るんです。まあ、要するに全体を見ること。もしネットワーキングパーティーに行くと、ただ飯をたくさん集めるだけじゃなくて、本当にそれぞれのお互いのメリットと、今のエネルギーの状況をちゃんと分かると。まあ、円は円があって、円は縁ですけれども、その円は、まあ、自分で作れるんですね。で、その円は先ほど12種類のタイプがあって、明確にそれも。それから最後は、そのナレッジ、地。まあ、最近、私が、まあ、日本に来て38年経ってますけれども、いろいろその変化、4昔ぐらい、周りの日本を知ってるんですね。それで、とてもいいその変化と、とても残念な変化がたくさんあるんですけど、その話はちょっと長くなるから、あれですけれども、とにかく知るに対して、